おはようゴンザレス、パラレルです。さあ、2018年、青木がメジャーリーグから戻ってきたところで、東京ヤクルトスワローズ BBM の、2009年度版、12パック未開封がありますので、開けたいと思います。でですね、狙いのカードなんですが、このようにもう2009年度版はフルコンプしてるんですが、1パックに1枚キラカードがあってですね、それでバインダーに入れてたんですが、ちょっとわかりにくいんですが、線が入っちゃってるんですね。これです、線が。で、この12パックからこの高田監督のこのキラを当てることを目標にして開けてみたいと思います。あとは佐藤勝投手と加藤幹則投手にも傷がついているので、このキラを当てるために12パック開けたいと思います。じゃあまず1パック目開けますね。はい、もう9年前の商品ですね、2009ですから。じゃあまずキラが大事なんですよね。畠山ですね、市場です。市場、萩原ですね、懐かしいですね。オリックスから日ハムに来てヤクルトに来た。なかなかの中継ぎとしては活躍だったと思っています。で、ガイエルですね。ガイエル。増渕ですね。で、キラーは、宮本慎也選手でした。残念。じゃあ2パック目いきましょう。2009年のルーキードラ1は、赤川でした、ヤクルトは。ね、今、ソフトバンクで活躍してる川島慶三ですね。なんで放出したのか、ちょっと疑問なんですよね、実はね。そして立山ですね。この頃もバリバリやってましたね。2008年、24試合に登板して12勝3敗だったと。で、キラーは、ガイエルでした。残念。まず、高田監督のキラーを当てないとダメですね。木田選手。木田さんは、いい仕事しましたね。清宮君を引きました。お、青木が出ましたよ。で、パズルか。おっと、これは八木ですね。八木です。八木のキラーが出ました。そしてインサートが出ました。青木選手です。反射しちゃいました。次行きましょう。インサートカードは、シャイニングスターという名前ですね。イムチャンヨンですよ、皆さん。すごい韓国人でしたね。これ以上いないっていうぐらいのね、クローザーでしたね。青木選手出ましたよ。キラーは、押本投手でした。あっという間になくなってきます。12パックもあったのに。誰だこれは。松井ですね。中継ぎの。デントナですね。またチェックリスト。青木が出てました。ああ、出ました。加藤投手のミラーカード1パックに1枚のキラーカードが出ましたんで、バインダーに入れたいんですが、やっぱり今度は傷がつかないようにハードのスリーブに入れて
バインダーにしまいたいと思います。まず一つクリアですね。はい、川島亮ですね。はい、一番はさっき見た。お、高市投手でした。キラーは高市でした。はい、じゃああと残り6パックですね。よいしょ。おっと、森岡選手ですね。今背番号10ですね。かっこいいっすね。はい、1パックに1枚全選手にキラーカードがついていますね。この2009年、勇気ですね。はい、バレット、竹内ですね。竹内をクビにしないで田中裕康をクビにしてるってどういうことなんだろうね。しかしね、絶対裕康の方がチャンスに強い代打として使えるんですけどね。困ったもんです。はい、キラーは丸山でした。丸山投手。はい、これは福地選手ですね。はい、松岡投手ですね。はい、デントナです。川端選手ですね。飯原選手ですね。石川投手ですね。で、キラーは野口選手でした。はい、残念。あと3パックあります。監督のキラーを目指したい。よいしょ。福地、イヘチョンですね。お、勇気が出ました。キラーは勇気でした。はい、あと2パック。なんとか高田監督のキラーを。高井雄平、はいはい、雄平ですよ。4番も打てる雄平ですよ。はい、キラが出ました。さあラストですね。なんとか佐藤勝と高田監督のキラが欲しいところ。雄一選手ですね。はい、川本でした。キラが川本でした。はい、なかなか懐かしい開封になりましたね。バインダーせっかくあるのでですね、ヤクルトの2009年の BBM のフルコンプも後で撮りたいと思います。じゃあお楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。